陽子の部屋ということでですはね。いはい。はい、第1回目ですね、こちょっれ。と何かできひんかなっていろいろ考えてて、で、はズーい。ム使ったら遠く離れてても、こうやっはい。てライブの対談できるやんっていうふうに思ってですね、はい。昨日も、ちょっといろいろテスト、試行錯誤をしながらですね、はい。やんこさんとうさんくさい芝居をしたりとかいろいろやってたんですけども、は なんとか Facebook でできるようになりまして、い、あよりがとうろごしざいくおま願す。いいたしおま願す。いしなまんと、内山さん、第1回目のゲストなんですよ。イエーイ。はい。ということで、第1回目の、あ、嬉しい。ありがとうございます。す。ははい。い。第1回目のゲストはですね、リアルターソリューションズの内山社長にお越しいただきました。お越しいただいたことはないけど、ズームでね、はい、お対越談しいさただきせまていした。ただはきい。ます。よろしくお願いいたおし願いします。ます。じゃあ、まずですね、自己紹介お願いはできい。ますか。はい。会社はい。名がですね、株式会社リアルターソリューションズと言います。言いにくいので、3回連続ぐらいちょっと、あと2、3に言ってもらおうかなと思うんですけど。ちょっと3回早口言葉みたいに言ってもらっていいですかね。それいいですね。なんかゲームみたいでね。ははい。い。噛まずはい。に、ぜひ、ぜひ後で言ってくはい。ださいね。はい。はい。で、僕は社長してます。代表を務めてます。内山と申します。よろしくお願いします。若いですね。ありはがい。とうございます。会社は、住はい。宅業界向けのコンサルティングをやっています。で、もう一つ実業で、工務店と不動産業を経営しています。よろしくお願いします。やり手ですね。いや、そんなことないですよ。もうそんなことないですよ。もうそんなことない。恥ずかしいので、いや、すだっいません。て、内山さんまだめっちゃ若いでしょ？そうですね。25ぐらいですね。それはちょっと言い過ぎたんそれちちょっゃう？と言い過ぎたっすそね。れちょっと言い過ぎ。もうスタッ10フさ経つんぐもらいね、か。スあ、タッフさんはもい。皆さんすごく若くって。はい。平ね均年齢今どうなんでしょう？ 30 ちょっとぐらいなんですかね、今。え。あ、なんか私行った時20代の人ばっかりな感じ20がした。代、30になる手前ぐらいですよ。いああ、たら、本当ですか。ははい。い。主にその、なんか不動産業界のコンサルティングとか、いうのはどういうことされてるんですか？まあ、メインは営業支援ですね。なので、営業支援。反響はあるけど、受注につながってないんです、みたいな。まあ、不動産屋さんもそうですし、家を、新築とか建てられる工務店さんとかもそうですね。の、なる要ほは営ど。業支援がメインですかね、で、後ろの方はどなたなんでしょう？今。後ろの方は僕が愛してやまない島崎和歌子さんですね。すごいですね。はい。で、島それ手崎さん書もきみ喜たばいれるんじゃないで、ですか。リアルじゃないです。書いてある絵みたいな感じなんですよ。そうですね。はい。で、それは夜、なんかどっかで壁紙があったんですか。なんか壁紙つけた方がちょっと映えるじゃないですか。ああ、素敵ですね。やっぱこう、せっかくだとこうね、並んで出たいなっていう思いがありまして。ありがとうございます。はい、ありがとう。今、コロナのね、状態なんでそうすなけど、んです今どんよ。なふうにはい。お過ごしなんですか。今は、だから、実業の方はまだ普通に営業してます。なんていうんですか、そのコロナ対策をして、普通に営業してるんですけど、コンサルティングの方がちょっと変わってきてて、まあ、クライアントさんのところが普通に営業されてる場合は、まだ個別に行って、業務支援をするっていうのも一部継続してやってるのと、個別の訪問型から、ウェブでのこういう、ウェブ支援、今まで行ってやってたお話したことをウェブ上でやるっていうのに切り替わってるのもありますね。で、僕自身は、今、特にその、なんて、まあ、いわゆる大都市、東京、大阪、名古屋、博多みたいな、やっぱそういうところでの集合型のセミナーとか、研修をメインでしていたので、そういうところは結構、まあ、ダメージというか、影響を受けてるってな感じですね。そうですよね。実はちょっとコラボセミナーをね、しようっそうてなんいうですふうよ。に言ってたんですけどね、まさはかい。こんなことにそうなでるすとはね。ね、びっくり思しっましてた、な本かった当。ということはい。で。あとほら、キッズのやつは、あれはどうなってるんですか？あれも、正味開催できてないですね、今。やっぱ僕、開催したい気持ちはあるんですけど、お子さん来られるんで、なかなかね、まあ、お子さん家にいてめっちゃ退屈してはると思うんですけど、なんかやっぱそういういろんな方が来るっていうのそうに、ですよね。依頼されて開催予定の分もあったんですけど、先月と今月っていうか、しばらく見通しないですね。ああ、なるほど。なんかでもちょっと、なんかあれですね、なんかこう、ちょっとまた、
発想でなんか、そうですね、考えていきたいですよね。まあ、だからウェブで配信してもいいかなと思ったんですけど、やっぱコンテンツ上どうしてもこう、なんていうんですかね、それだけはやっぱリアルがすごく面白い部分でもあるので、どこまでリアルにしようかなっていうのが、困ります。なるほど、ありがとうございます。あのね、はい、ちょっとなんていうのかな、私、まあ、私、でも私のね、お客さんって、なんかすごいやっぱり、なんか結構いろんな形で、皆さんやっぱりダメージを受けてるじゃないですか、コロナのことで。はいはい、なんですけども、でもやっぱりすごく皆さんが、なんかこう、うちのお客さんって結構、特徴として皆さん明るくて前向きなんですね。なんで、ね、まあ、私も思うんですけど、うちもやっぱり本当に研修事業がね、まあ、半分、まあ、だからもう本当に今やった売り上げも半分ぐらいになってるっていうような状況なんですけども、そうですよね。うん。なんですけど、まあ、その中でも、今回のコロナのことでね、なんか気づいたことっていうのって、なんか内山さんの中であります？結構、まあ、固定概念が変わったかなと。なんか、こう、自分の中で行かないと伝わらないとか、これは、だから対面式じゃないとできないと思ってたことが、なんか、こう、あっさりと覆るやなっていう。感じはすごいしましたね。なるほどね。そうですね、はい、私も本当に打ち合わせが例えばパソコン の, うん、画面共有っていうズームのね、はいはいはい、あの機能がやっぱかなり優れてるので、意外とその分からへん分からへん言うてたことが、あ、いいかな、いか、いって説明せなっていうことが、それがなんとなくもう画面共有でできたりとかっていうのは、ね、変わりますよね、はい、うん、だからこっちは多分もともとそういうふうにいつかシフトしていくだろうと思ってたんですけど、受けてというか、やっぱクライアントさん側もそういうふうにこう変化されてきてるので、やっぱり来られるぐらいやったらやっぱりウェブでいいですってなった時に、こっちもやっぱ対応せざるを得ないので、はい、やっぱそういうふうなものは今、はいはい、ものすごく早いペースで変わっていってるなという。いやー、すごいですね。あとだから、正味な話、やっぱりこう出張が多かったので、交通費と宿泊費っていうのが、そうですよね。そういう固定費はめちゃくちゃ下がりますね、はい、なので。そうそう、まあ、そこはそうですよね。私もなんかめちゃめちゃだから全然あれですよ、あれ何？スーツケース使ってないですよ。はいはい、いつもあれガラ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 やってたのに、はい、全然使ってないですよね、本当に。最近クレジットカード切った覚えもないですからね、今。ああ。本当に使わなくなりますよね。ああ、なるほどね。移動がなくなるっていう大前提でいろんなことを考えられるのであれば、それこそね、はい、じゃあ今日今からね、神戸の西さんと打ち合わせ、こうやってライブでやって、ね、昼からじゃあ、はい、北海道の人と打ち合わせするなんてこともできるので。そうですよね。そういう意味で言うと、だから MQ で、MG で言う Q がだいぶ変わるんですよね、はい、P が下がるかもしれないですけど。そうそうですよね。もうそうそうなんですよね。だからうちも今オンラインセミナーを結構やってるんですけど、なんかもう今までではありえなかったような遠方の方がたくさん来てくださるので、なんかそこはもう本当にありがたいなっていうふうに思ってます。そうですね。はい。で、そしたらですね、すいません、最後にちょっとちょい PR ということで、はい、ちょっと PR をお願いできますでしょうか。わかりました。はい、せっかくなんで、これに紐付けて、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱこう、オンラインというか、はい、テレワークも始まって、企業からの発信する力ってものすごく大事になってくると思うので、はいはい、僕もソーシャルリーダー、なんでしたっけ、アソシエーションでしたっけ。養成講座ね。養成講座、そうそうそう。はいはい、それうちのスタッフも受けてくれてすごい良かったと思うんですよ。そうなんですよ。はい。やっぱりこう、オンライン上でもできるし、在宅でもちゃんと PR ってできていくと思うので、はい。はいはい、これを機に、もともとやりたかった、住宅業界向けの、やっぱ広報セミナーみたいなのを、はいはい、そうですね。はい。リアルじゃなくて、やっぱウェブ講座とか、うんうんうん、オンライン講座みたいなんで、やっていきたいなと思ってるので、まだ2歳にもご協力いただいて、いやもうぜひぜひ、はい、見てくださってるたくさんの人に、はい、PR ってどうしていくんやろみたいな、これから絶対必要になってくる分野だと思うので、うん、それをまず分からない方はこれを読んでいただいて本当に本当にぜひ柱にしていただけたらなっていうふうに思います。多分営業っていうスタイルも変わっていくと思うので、はいはい、ありがとうございます。はい、サインがないんですけど、サイン、また、会った時に。はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストはですね、今日は滋賀からということで、はい、はい、リアルターソリューションズ、あ、
あ、噛みましたね、はい、内山社長に出ていただきました、はいはい、あのどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。